八神氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。というわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。八神氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では八神氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった、よろしく。こちらつくもです。八神氏、どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。ここは慎重に行こう。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？ああ、あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、八神氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けど、さすがに人目が気になるな。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。どこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。なんだ？なんだろう？くだされ。いたぞ、こっちだ。なるほどね。
つくも、引き続きナビを頼む。それと、桑名を見つけたらすぐに教えてくれ。あれ？おかしいな。もしもし。北方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ！でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。し、杉浦。つくも君が言わなかった。僕がフォローに行くよって。そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑名を見つけたってことか。うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部がRK とグルになってるらしい。なんで？桑名を事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かが桑名に消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど、それ。とにかく警察や RK より先に桑名を見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。 OK。 じゃあ RK の連中には気づかれないように。八神さん、 RK のやつら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。これは ここからなら上に行けそうだね。よっ、よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっと。
お疲れ、ヤガムさん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。ヤガミさん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。どうする？やっちゃう？なあ。おい！しゃあ！おら！ヤガミさん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。もういい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？行ける？ヤガミさん。ああ、行こう。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのかよ。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、ヤガミさん。桑名さん見つからないみたいだけど。RKが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ楽勝だろ。まあね。よし、行こう。よう、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした。あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ。カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせえ、祭りだ俺。やめとけよ。
もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか？知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないかい、陣長。僕もそう思い始めてた。桑名ならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回は桑名から頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して、敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携して桑名を捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか？偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺、いや、ちょっと。ごめんね。桑名は偉人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄槽にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してある。桑名は俺らに会うと言ってんのか？ふん。ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。ふん。わかった、礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。八神さん、桑名さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだ。は？とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうちにな。